はい、じゃあ20日、土曜日のね、ダイナランドのリフトの、それぞれのリフトの並び状況を、言っていこうと思います。ちょっと音楽がね、うるさいんで著作権になるんで、大声で喋りたいと、喋っていこうと思います。まずね、うるさいな音楽。ベータライナー、ベータライナーがね、まあ、どうだろう、60人ぐらいね。で、ガンマライナー。ガンマライナーが、50人ぐらいですね。はい。で、第一ペアリフトがね、これも50人、60人ぐらいですね。はい。で、ビギナーリフトが、これがね、30人ぐらい。はい。で、ベータライナー言いましたね。で、アルファクラッドリフトね、乗り場が唐揚げ屋の前にあるとこね、一番下にあるやつ、アルファライナーだ。ごめんなさい。アルファライナーが、200人か300人ぐらい並んでました。はい。で、そういう状況の中で、このカススノーパークのね、この今乗ってる、チャンピオンクワットね、10人ぐらいです。10人ぐらい。はい。もう一回言いますよ。ダイナランドのアルファライナーが2、300人。で、その状況の中で、この、高須のパークの、チャンピオンクワットリフトが、10人ぐらいです。もうほとんど並ばない。っていうか、全然並ばない。で、俺一人で乗っとるし、こうやって。前二人だし、その前が一人だね。ちゅう感じです。だからね、本当に、ダイナーすごく今日混んでたんで、ここで、回すっていうのもありですよ。空いてますんで。はい。じゃあね、ついで見てみようか。このチャンピオンクワットの、降りたとこの、この急斜面ね。この急斜面だけど、ほら、誰もいないでしょ。ここね、チャンピオンコースですね。急斜面、コブ斜面があるとこね。はい。という感じです。はい。じゃあね、リフトの並び状況でした。バイバイ。